れですか、その前件のね、あの10月31日にシンポジストで出ていただくということになってしているんですけど、はい、あの何かそれで伝えたいことってありますか。あそこの、ね、あの KDDI 新ホールってあの山口、新山口の駅のでっかいホールが今度できるんですけれども、そこであのちょっと壇上に登っていただいて、あの椅子に座ってですね、であのちょっと話をしていただこうと思うんですけれども、そこでやっぱり伝えたいことっていうのは、なんか今の時点でいいんですけど、そこにね、何百人か入ってくるっていう。安倍さんも慣れてらっしゃるでしょ。いや、90人ぐらいだと慣れてきたかもしれないけども、桁が変わってくるとだんだん、いや、そんなにたくさん入らないかもしれないですけど、あそこがね、すごい大きなホールなんですね。2000人ぐらい入るホールなんですけれども、まあ何人入るかね、まあ2000人入るところで、あの500人入っても、ね、閑散としてる感じだと思います。だからあんまりこう、ああなんだこんだけじゃないんだと思って、あの話していただけるといいかなと思いますけどね。初めの頃ばっかりですから、まだこっちに向けると蓄えはありましたね。でもだんだん何度かやっているうちに、あの蓄えも出尽くしてしまって、さあ今回何発も話そうかなというような感じで、あ、いやでもね、やっぱりあのカンヌさんもそうですけど、やっぱりなんか伝えたいこと、言いたいことっていうのは、結構ね、いくつかに絞られてて、まあ、これだけは言いたいっていうようなことを、あの繰り返しおっしゃってると思います、ね、あの状況が違ってて、で、あの聞いてる人もね、あの、あ、安倍さんこの前もあれされてたな、あ、またあこれのこと言いたいなっていうのが、多分ね、あの同じあのことをあのおっしゃっても、あ、やっぱりこれって大事なことを伝えたいんだなっていうのが分かるかなと思います、ね、この人はやっぱりあの持っていき方によっては苦手な形としてになる場合もコピーはありますからね、そういう時にどうやってごまかすこうかね。多分ありのままでいいんじゃないですか、ね、全国屈指の規模を誇った萩藩校明倫館、日本近代化の礎を築き新時代を牽引した多くの先達を育んだ明治維新大動の地です。その跡地に立つ日本最大の木造校舎で、近年まで授業が行われていた旧明倫小学校校舎が、新たな萩の観光起点萩明倫学舎に生まれ変わりました。そこで行われる萩の集い、4月の集いは丹後の節句バージョンでお抹茶をいただきました。季節の行事を楽しんでいます。懐かしい学び屋で時代を感じながら集っています。